今シーズン、初のホーム戦なので、まあ、この2試合特に勝てれませんし失点もしてるんで、特にディフェンスラインとしては無失点で、今シーズンの初勝利をこのホームで飾りたいと思います。皆さんこんにちは。第60回東海学生サッカーリーグ1部第6節、名古屋経済大学戦のハイライトをお届けします。ゲームの実況は私、平、解説には同じ松木さんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。楽しいですね、これね。さあ、今年初のホーム開幕戦ですね。松木さん、期待していきましょう。いや、観客もね、入ってますからね。これはもう勝たなきゃないよ。勝つしかない、これ。さあ、前半キックオフです。いきなり中を倒されましたね。あ、ちょっと、危ないプレーだね、今のね。でも、いいんじゃないの、このフリーキック。さあ、前半2分、さあ、キックこれ決めたいね、これ。これ決めたいよ、これ。うわ、いや、いいね。いやここは相手キーパーファインセーブです。これね、逆取ったけどね、キーパー逆取ったけど、まあ、ようセーブしたね。まあ、ナイスキックだね、ハヤト。これね、いけばナイスキックだね、これ。さあ、前半16分、ここはしっかり守っていきたい。さあ、ここは、もう一回だね。もう一回ですね。さあ、2枚でいく。さあ、上げられてしまう。危ない。ああ、ちょっと集中したいね、今のはね。ちょっと危なかったね。ナイスキックだけど。さあ、前半26分です。さあ、ここは中盤を剥がされたくないところ。さあ、いいところに入ってしまう。あ、ちょっと怖いね。おっと、やばい。ちょっと怖いね、これ。あ、広瀬、よく触った。さあ、クロスが上がる。ちょっと怖いね。あ、ここは体張ったディフェンスですね。ちょっと、守備がちょっと軽いかなとかあるね、これね。さあ、引き続きコーナーキックです。なかなか。さあ、インスイングのボールが入ってきます。これはナイスキーパーです。しっかり行くでしょう。さあ、ここは体を張って守る。うん、怖いね。ナイスクリア。すごいよ、これ。しっかり行くでしょう。さあ、これは、なんとかクリアしました。うん、ナイスクリアだね。オッケー。いいよ。さあ、これを攻撃につなげていきたいところ。さあ、ここも守備です。ここは耐える時間帯ですか。ちょっと耐えるしかないね、これはね。松木さん、この試合、前半向かい風がすごく強かったですね。そうですね。ちょっとそれはよくわかんないけど、まあ次行こう。はい。ナイスキーだね、今。さあね、ここ守るしかないからね、しっかり集中して守ってほしいね。さあ、前半37分。ここではめたいね、ここではめてしっかりゴール行きたいね。ゴール行こう、ゴール。さあ、奪った。うん。いいんじゃない？ナイス、落としいね、こう。さあ、柴原、中央突破。柴原、いった！抜けた！いける！シュート！あー！柴原、一番。正解ね、これ。先制点を決めました。松木さん、今のゴールご覧になっていかがですか？いやー、しびれるね、今のゴールは。さあ、前半40分です。さあ、これ、しびれるよ、これ。さあ、中尾が、うん。いいんじゃない？いや、ここ、村松、うん、1対1決めきれない。ちょっと、まあちょっとね、決めないね、今のはね、村松ね、ちょっとね。ビッグチャンスでした。ビッグチャンスだね、今のね。さあ、ここ、終わりですね、前半の。さあ、ね、柴原、しっかり終わりたいね、これね。さあ、いいディフェンスだ。うん。うん。いいよ。金子、いいボールだよ、これ。いいボールだよ、これ。おっ、ほらほら、ファールだね、これ。PK をゲットしました。さあ、蹴るのは10番竹俣、どこに蹴るんでしょうか。ほら、もう竹俣しっかり、あー、真ん中だ、これは。心臓に毛が生えている、これは。ナイス、これでかいね、この1点は。さあ、静岡大学前半で2対0とリードして終われそうです。いいね、これ。さあ、最後松田のシュート、うん、あー、これは惜しくも外れました。さあ、前半終了です。2対0で静岡大学リードして前半折り返します。さあ、ご覧になっていかがですか。静大にとってはもう素晴らしい、もう今までにない展開ですから、まあしっかり後半集中して勝ってほしいですね、これね。後半どのような点に注意していきたいですかね。やっぱり危ないシーン前半も何回かあったからね、まあ、そこ本当集中してしっかり守りきって無失点でね、勝ってほしいね、これ。はい、では後半見ていきましょう。後半キックオフです。さあ、後半9分のシーンです。うん、いいね。さあ、あ、攻撃来たいね。さあ、いい形で中が抜き出した。いいね、素晴らしいね。シュート、いやー、これは惜しくも枠の右を外れてしまいました。あ、でもいい、いいシーンだね、今のもね。さあ、後半20分です。うん、さあ、しかも持ってるね、20分。ここをしっかり守りたいところ。あと25分、しっかり守りたいね、これ。あ、ここは裏を取られてしまう、うん、さあ、ちょっと怖いか。うん、ちょっと良くないな、これ。ち
ょっと危ないな、これ。うん、うん、よく座った。さあ、クリアしきりたい。うわぁ、広瀬ナイス。今日も広瀬は、やばいね、これ。集中しまくってるね。さあ、相手コーナーキックです。さあ、いや、触られてしまった。いやー、ゴラッソ。あー、ちょっと今のは、ちょっと気が、ちょっと抜けたところを疲れた感じだね、これね。さあ、もうそこ集中です。その後集中だよ、これ。後半29分です。今の失点はもったいないなってところありますね。さあ、いい形で奪いました。さあ、中央にボールが入る。うん、いいね。シュート。いやー、これは惜しくも。ちょっと可能性があんまりない感じかな、でも。さあ、後半34分。さあ、しっかり集中だね、ここ。ここ決められると本当に危ないよ、これ。ああ、いいボールが入ってきた。ああ、ここは広瀬がっちりキャッチ。集中してるね、これね。さあ、もう1点いきたいね。ちょっと失点してしまったから、もう1点これいかないと怖いね、これは。さあ、後半38分です。さあ、高い位置で。さあ、これをマイボールにしたいところが。さあ、うまく変えられてしまった。ああ、ちょっと前向かれたね。ああ、まずいね、これ。しっかり。抜けられた。しっかり。ああ、ターサル。おっと。ああ、失点した模様です。ちょっとこれは。まずいね、これは。ああ、これまずいです。まずすぎるね、これ。さあ、これラストプレイになるか。さあ、2-0 のリード。もう時間ないからね、もうゴール行く。1で奪った。ゴール行くしかない、これは。竹俣スルーパス。素晴らしい中岡が、中岡決めろ決まーえぐいね、これ。竹俣のボール、今ね、えぐいね。よく2タッチ出したね、今のね。中岡もないしだね、これは。さあ、3対2はこの試合終了を迎えたいところ。いやー、今のパスはえぐい。さあ、最後に集中力を切らしたくない。最後ね、しっかり守りきたいね。ここで試合終了。これは激戦、もう素晴らしい。もうよく頑張った、もう静らしい試合だね、これね。さあ、静岡大よく回るかもしれないし、これは、はい、2点取って、その後に追いつかれた展開で、まあ、チームとして苦しい状況だったんですけど、全員で耐えて耐えて、最後のワンチャンスで守りできて、よかったです。勝利となりました。今の感想をお聞かせください。まあ、苦しい試合展開で内側先制して2点リードした中だったんですけど、そこから2失点してけど、まあ最後は取材らしいサッカーもできて勝てたんで嬉しかったです。で、まあ課題も多く出たんで、それを修正しながら来週の試合も勝ちたいと思います。ありがとうございます。はい、松木さん、静岡大学今季初勝利を挙げました。いかがでしたか。いやー、気持ちいい試合だったね。まあ静大のいいとこも悪いとこも出たけど、まあ勝ったから最高だね、これ。はい、このゲームは、たくさんの観客も来てくださってとても喜んでいます。来週、試合はありませんが、次節またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。